12月8日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は下落してます。今日の大引けは昨日と比べて80円36銭安の 26,467円08銭となりました。トピックス東証株価指数も 1.94 ポイント安、JPX 日経400も 33.58 ポイント安とそれぞれ続落しております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 52%、 1143銘柄、これに対して値下がりが約 43%、 931銘柄、変わらずが 5% 弱、日経平均やアトピックスなど主要3指数は揃って、下げて終わっておりますが、ただ東証一部全体で見ますと値上がり銘柄数が 52% ということですから、値上がりが半分以上を占めたという構成でもあります。トピックスの規模別株価指数まちまち、大型株指数がマイナス4ポイント小幅下落、これに対して中型株指数がプラス 0.6 ポイント小型株指数はプラス14ポイント、それぞれ上昇、中型と小型がしっかりと、特に小型株が比較的堅調な推移となりまして、新興市場も含めて小型株が上昇したという動きが目立ちます。銘柄の数の多い小型株がしっかりだったということで、東証一部全体で見ても半分以上は値上がりという構成につながりました。商いは最近としては少なめのボリュームです。売買高は10億2900万株余り、10億株をちょっと超えたところ、売買代金が2兆を飛び444億円、こちらは2兆円をちょっと超えた水準にとどまったということでして、最近としましては売買代金2兆円超え、あるいは3兆円、4兆円いった日もありましたが、久しぶりに2兆円そこそこにとどまったということで、最近としては少ないボリュームです。今日は朝方から全体的に売り注文が先行しました。ここに来まして日本あるいはアメリカなどでも新型コロナの感染が広がっているということなどが警戒されまして、景気の先行き不透明感が意識されたこと、さらにはアメリカにおきまして追加の経済対策をめぐる与野党協議がなかなか進展しないといったことなどもやや警戒感を誘った形で、11月相場で買われていた景気敏感株などには売り注文も目立ったという一日であります。もっともこのところ逆にやや調整しておりました銘柄には押し目買い、買い戻しなどの動きもありまして、下げたところでは買い物が入るという試合でもありました。日経平均株価、今日の寄り付きの比較的早い寄り付きから比較的早い段階で220円ほど下げ幅広げる場面もありましたが、その後は下げしぶり、5番に入りましてからは小幅なマイナス圏での推移となりました。結局大引けは80円安という小幅な下げにとどまっております。そういった中で全体の軟調な展開となった中で、今日は売られた銘柄としまして、このところ買われていた銘柄、例えば自動車部品大手のデンソー6902などが今月に入って初めての下落となっています。11月までは比較的物色の圏外に置かれていた銘柄でありますが、ここに来て12月相場に入って見直し買いが入ってたという展開でしたが、今日は今月に入って初めて下げたという一日でありました。逆にその逆の動きとしましては、 M32413、 こちらは逆の動きで今月に入って初めて上昇しています。今月に入ってからは1日もここまで下げ上げた日がなかったということですが、逆に言いますと11月に非常に大きく上げたという銘柄でもありまして、全体を牽引していた代表格の一つでもありました。このところや調整したということで、押し目買い買い戻しで今日は反発して終わっております。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。